ベガ1号はソビエト連邦のベガ計画で用いられた宇宙探査機である。以前のベネラ計画の探査機を改良してババキンスペースセンターで設計され、5 v 系としてレイボチキンで製造された。2つの大きな太陽電池から電力を供給され、アンテナ、カメラ、分光計、赤外線音響機、磁気センサ、プラズマプローブ等の科学機器を搭載した。 4920kg の探査機は、プロトン 8K82K で、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。ベガ1号とベガ2号は三軸安定性で、ハレー彗星のゴミから保護するためのシールドを備えていた。ベガ1号のフライバイプローブから切り離された2日後の1985年6月11日に、効果モジュールが、金星に到着した。 モジュールは1 5 0 0ラムの重さの直径2 4 0トルの球形でランダーとバルーン型の探査機から構成されていた。フライバイプローブは金星をスイングバイし、水星の到着を待った。ランダーはベガ2号及び以前のベネラ計画の探査機と全く同じものであった。その目的は金星の大気と地表の調査であった。紫外線分光計。 気温、気圧センサー、岩水率計、ガスクロマトグラフィー、X 線分光計、質量分析器、地表サンプリング装置等を搭載した。蒸気化学機器のいくつかは、フランスとの共同開発によるものであった。ランダーは、アフロディーテ大陸北のマーメイド平原内、北緯7.2度統計177.8度の地点に着陸した。角の乱流のため、 地表での実験を予定していた、いくつかの機器が上空 20km で意図せず起動してしまい、質量分析機だけがデータを送り返すことができた。ベガ1号のランダーとバルーンカプセルは、1985年6月11日2時6分10秒に、約秒速 11km の速度で、近世の大気に突入した。おおよそ二時六分十五秒に、高度メートルで、 ランダーのキャップに接続されたパラシュートが開いた。パラシュートとキャップは15秒後、高度6 3トルで切り離された。バルーンはその40秒後、北緯8.1度統計176.9度の高度6 1トルの地点で、パラシュートによって押し出された。二つ目のパラシュートは、突入から200秒後、高度5 5トルで開き、巻き上げられたバルーンを引き出した。 バルーンは100秒後に高度 54km で膨らみ、パラシュートと膨張装置は投棄された。突入から15分から25分後、バルーンが一度およそ高度 50km に達し、53km から 54km の安定高度に浮かぶと、砂袋が投棄された。平均安定高度は 53.6km で、気圧は535ミリバール。 気温は300から 310k であり、金星の雲の3つの層のうち最も活発な中間の層であった。バルーンはほぼ一定の緯度で平均秒速69メートルの速度で吹く、体上風に乗って西方向に漂った。プローブは8 5 0 0トル移動して6月12日12時20分に夜から昼に変わる境目に到達した。 プローブはそのまま飛行を続け、1 1600km 移動した6月13日0時38分に、北緯8.1度統計68.8度の地点で最後の伝送を送った。それ以降、バルーンがどこに移動したのかは分かっていない。ハレー彗星が近づくと、ベガ1号は金星をスイングバイして、ハレー彗星を迎えた。 1986年3月4日から送られ、始めた画像は、ジオットがピンポイントで水星に近づくために用いられた。ベガからの初期の画像は、水星の2つの明るい領域を映し出しており、これは当初は2つの核であると解釈されていた。後に、明るい領域は、水星から放出されている2つのジェットであることが明らかとなった。またこの画像からは、 赤外線分光計から核の温度は 300K から 400K と氷の天体としては温度が高いことも明らかとなった。その結果、水星は表面の薄い表層が氷で覆われていると結論付けられた。ベガ1号は3月6日7時20分6秒に水星の核から8 8 8 9トルまで再接近した。コマのガス雲を通過中には 様々なフィルターで500枚以上の画像を撮影した。多くのゴミが探査機に衝突したが、使用不能になった機器はなかった。ベガの画像から、核の長さは約 14km で約53時間の周期で自転していることが示された。また質量分析機により、ゴミの蘇生は炭素質コンドライトに似ており、クラスレートの氷も検出された。 3月7日と8日にも引き続き観測が行われた。あと、ベガ1号は新宇宙に進路を向けた。ベガ1号とベガ2号は合計で約1500枚のハレー彗星の画像を送信した。ベガ1号は1987年1月30日。ベガ2号は同年3月24日に姿勢制御の推進剤を失った。ベガ1号とベガ2号は現在は 太陽周回軌道にある、ありがとうございます。